こんにちは、シェルプラネットです。今日は新しい生態をお迎えしたので紹介します。小さいので分かりにくいですが、ダンゴムシです。もっと近づいてみます。こちら、シューダルマジロスピノサスです。鋭いトゲが特徴の作り物のようなダンゴムシです。スピノサスの通称で流通しています。今日はスピノサスの簡単な解説と飼育セット組みをしていきます。原産国はキューバ。体長は 1.2 センチほどまで成長します。原産国のキューバを含む大アンティル諸島で発見されたダンゴムシがシューダルマジロという属に分けられています。スピノサスのスピノはトゲという意味です。トゲのあるシューダルマジロなので、シューダルマジロスピノサスというお名前です。見た目は奇抜ですが、生態は一般的なダンゴムシと同じです。スピノサス自体が丈夫な種類なので飼育も難しくないみたいです。強いて言えば群れに弱いので乾燥気味を維持するといいようです。ちなみに購入金額ですが、ヤフーオークションにて1匹6000円で落札しました。それでは飼育セットを組んでいきます。用意したのは飼育容器のプラケース、それから床材の腐葉土と昆虫マット、カルシウム補給用のボレー庫にシェルター用の樹皮です。はじめに昆虫マットを敷きます。腐葉土のみでも問題ないはずですが、種類を分けて敷くことで場所により湿度などの変化が生じ、ダンゴムシが自分で過ごしやすい場所を選べるようになります。続いて腐葉土です。カルシウム補給用のボレー粉を床材に軽くまぶします。最後にシェルター用の樹皮を置いて完成です。完成した飼育セットに生態を入れます。今後の成長が楽しみです。進捗はまた動画でお知らせします。今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございます。